運命の包囲網突破っていうのをやってみようかなと思いますが、これまだね、やったことないんだよね。ソロとチームプレイっていうのがあるね。劣悪な環境下で生き残り、今後直面するあらゆる危機に対処できるよう、ハガードは運命の包囲網突破大規模シミュレーションを開催します。サバイバルスキルの上達にお役立てください。ソロで行ってみようか。マッチング中。なんか複数の POP みたいな、あ、違う、PVP みたいな感じじゃなかった？チームプレイとソロかなんか。まあ、こういうのはな、なんか新しいシステムとかさ、そのよくわかってない、内容よくわかってないイベントとかさ、ちょっと物落ちしちゃう部分もあるじゃん。そのマッチングとかも絡むことも多いからさ。でもまあ、とりあえず一回やってみて損はないね。で、それでなんか仮になんか迷惑かけちゃったとしても、まあ、しょうがないじゃん。そう、最初まあできるだけなんかそのどういう内容なのかなっていうのだけ、あ、このハテナを押した内容見れるんかな。最大48人まで参加できるイベント、本イベントでは指定された武器とある系のみ使用可能。マッチング成功。最初に読んどけよかったな今。でなんか複数人での PVP みたいなのはなんとなく、うん、分かってるというか、あ、そういう感じかみたいな、なんかで見たような気がするかな。できるだけ説明読んでから始めた方がいいね。どうなんじゃろうね。PVP も好きな人結構いるよな。おっと、高資源エリア、選択できないエリア、なんかあのフォートナイトみたいな感じ。 スポーン地点を選択。あ、ここでいいかな、ここでいいか。フォートナイト的なことか。マーク、マークどうやってつけんの。戦闘が開始します。フォトナ的なやつ。これでえ、そういう感じなん、そういう感じなん。で、あ、で武器拾っていくんだ。へえ。これはどう、あ、これ。これ拾う。これ拾う、コントローラーで拾えないのかな。どういうことなんだろう。これでも単独なんだよね。来ただな。
それ強くないその武器。逃げる。え、これコントローラーであれできんのな。これ何？装備スペースがいっぱい。あ、これで切り替えれるんだ。あ、これコントローラー結構対応してないんだな。あ、そう。まあ、現状ね、先のことは分かんないけどね。これ敵？コントローラーの、あれ、タップじゃないと切り替えれない。でもこれ普通の敵にやられるぞ、これ。こいつを倒さんといけんの。放射線エリア気をつけんといけんのかな。ヒットポイント回復せんとやばいな。これが結構タッチパネルをちゃんと使わないとダメだ。で、放射線エリアが拡大っていうのはん？どこが拡大するんだ？回復欲しいな。緊急物資が更新されます。あの赤い点は何だ？よっ、グリーンバードメカが攻撃されてます。赤い点、これあいつってこと？こいつか。回復できるやん。お、おいもコイン。これがコントローラーに対応してない。なるほどね。あいつら倒してていいのかな。で、残り32人。で、スタミナとかはないんだね。あんのか。これで回復すりゃいいんか。解放はこれして。
今自分が何を持ってんのかがちょっとよくわからんな。105秒後にエナジーが崩壊。エナジーが崩壊ってどういうこと？どういうこと？何を持ってんのかがわからんな。あ、この回復と、あれか、あれだけ。これ、円かな、これ。この中に入らんといけんってことか。これで中にも入ったよと。回復だけしとこう。あ、フルだった？なるほどね。これフォートナイト的な感じなのね。強いんかな。拡大します。あー、でロボットアームとかってことか。あの5回分、あ、拾えるやん。なるほどね。あー、そういうことね。いや、コントローラーでやって、緊急物資が更新されます。てる人はちょっと画面をタップする習慣をつけんとダメなんだね。で、これで範囲がだんだん狭まっていってるってことか。あ、で、この青いところに飲み込まれると多分またちょっとずつダメージ食らうみたいな。まあよくあるあの感じだろうね。なるほど。今何？いや、人数残り15人ってことかな？撃破1ってなってるけど。倒したっけ？俺倒してないよね。雲行きが怪しいな。この上に何かおるんか。で、この上がる時の スタミナはいらないっぽいね。戦っている時に敵に来られるとやばいよね。なんとかコインってなんだろう。
っちゃコインばっかり手に入れる。なるほどね。でもああいうちょっと無防備になるけど、まあ、ああいうのを積極的に倒して宝箱手に入れた方が装備自体は強くなる。ただ狙われた時に割とやばいっていうリスクがある。なんか新鮮だな、普段持ってないこの武器を使えるというのは。包囲網突破コインか。即座にシールド、あ、シールドが回復するやつなんだね。放射線エリアが拡大します。で、この範囲内におれよと。残り9人。これ自分の武器のレアリティって見れないのかな。緊急物資が更新されます。グレント、だからこの多分武器にもレアリティがあるっていうことよね。これどこ？なんかこの辺なんだけど。もう拾えないのかな。もう何も拾えないのかな。反応しなくなったな。あ、やばい、待って。危なかった。待て。いかつ。相当やり慣れてんなこいつ。出る。3位だったらしい。なんだよ。合計ダメージ1358。ブロンズ V122。ランク、なんていうの？ランク、シーズンに応じてランクがあるみたいなことなのかな。で、今20分くらいやってたんか。ああ、今ので終わりと。なるほど。あんな感じ。で、さっきあれなんだろうね。今のトップリーグじゃないわ。運命の包囲網作戦。で、これで、今のがソロ。で、チームプレイはまた複数人でやるってことなんだろうな。最大48人まで参加できるイベント。指定された武器とアルケのみ使用可能。開始と同時にランダムで8種の武器と8種のアルケが投入される。
一定時間ごとに放射線エリアが拡大し、生存エリアが狭くなる。放射線エリアではダメージが発生。すべての相手を撃破すると勝利。ああ、シーズン、今シーズン1なのかな？ああ、トップ3に入った回数とかそういうデータが残るんだね。なるほどな。これ系の PV、あ、これ系のなんかこのフォートナイト的なあのバトロワ系のやつってあんまないからちょっと新鮮な気がするね。で、なんかね、時間決まってたよね、確か。今どうなんだろう。なんか時間制限が12時から16時か、20時から24時。で、やれよと。バトロワ系のやつ。まあ、まだやってない人おったら、一回はやってみたらいいんじゃないでしょうか。では、終わります。チャンネル登録、高評価よろしく。ありがとう。